テナモンやサンドカサテナモンや幽霊道中、鏡城として映された、彦根城、テナモンや幽霊道中は、1967年9月2日に、東方系で公開された日本映画である。東方、渡辺プロ、宝塚映画作品。カラー。東方スコープ。キャッチコピーは、幽霊、怪獣やったるで。東西爆笑人のスチャラか大部幽霊。 テナモンや東海道、幕末テナモニア、大騒動に続く、東方版、テナモニアシリーズの第3弾にして、最終作。監督は、大騒動の古沢健吾に代わり、東海道の松林総慶が再登板している。今回は、鏡藩のお家騒動を時次郎と陳連が解決するという話で、これに幽霊や妖怪、果ては当時流行だった怪獣まで絡ませている。 そして、東海道で使われたプロローグで、モノクロスタンダードからカラーシネスコへ変えるというギャグは、本作でも使われている。劇中、鏡城として映し出されたのは、彦根城である。テレビ版からの南都明、漫画トリオ、在津一郎や、渡辺プロから花はじめ、谷慶、桜井センディザドリフターズといった、東西の喜劇人が助演、特にドリフは、当時のギャグ。 右向け右のギャグを披露している。本作も東海道同様 TBS の土曜映画賞待席で放送されてから一般に知られるようになった。2013年10月22日に DVD マガジン昭和の爆笑喜劇の一環として発売、DVD マガジンとはいえ DVD 化となった。あんかけの時次郎と陳年の二人は100万国の大半。 鏡藩へやってきた。だが城下はなぜか仏価校で、泊まる宿もない、そこで、おさむねおのいる寿命寺という寺に泊まった。その頃、鏡城では大変なことが起こっていた。藩主、鏡正みが、寺い、じに見取られて、息を引き取ったのだ。そして、正さの遺体は、過老、大杉玄三の霊で、寿命寺に埋葬。その夜、時次郎と陳年は、 マサイエの霊を見て驚き、寺を後にした。その頃、鏡城の大杉画廊のもとへ、復讐、黒岩兵部がやってきて、十数年前に城下を出た、マサイエのお年種、マユミ姫を探しに、桂木反太夫が城を出た途中国、大杉は色をなす。というのも、大杉は、マユミ姫がいないのをいいことに、自分の娘を、松平家からの養子と一緒にさせることで、 鏡藩を手中に収めようと企んでいたからだ。そして、正家の死は、その目的のために、純安に毒薬を与えての毒殺だ。真由美姫が来ては、まずいと考えた大杉は、追手を出す。それを知った小元、幸江は城を出る。そして関所の前で観察がなくて困っていた幸江は、時次郎と陳年と出会い、鏡藩のお家騒動を教える。それを知った二人は、 雪へと結託し、関所を出ると、半太夫と出会ったが、半太夫は追っ手に殺される。しかし近藤聖之進に出会い、彼らは二手に分かれて姫探しを始めた。やがて、時次郎と陳年は、旅芸人と知り合い、一座の看板娘、博多小春の仲良くなる。そんな折、芝居見物に来た三木大官の財布を、抗議目付け、 森山忠之助の礼を受けた、ネズミ小僧二郎吉が盗むが、その金は偽金。森山と二郎吉は、偽金のルートを追った。一方小春と別れた時次郎と陳年は、雪へ、聖の神と再会するが、小春が、真由美姫と知り、一座を追う。だが、一座の男たちは皆殺しにされ、小春たちはいない。手がかりは、蛇谷根元の神材という張り紙だけ。 そこで、そのヘビ谷に行って、二手に分かれる。ところがそこへ二人の妖怪が現れ、その上怪獣も二体現れパニックに。だが、怪獣の正体は、森山とジロキチで、妖怪は、偽金のアジトの門番だった。そこで時次郎と陳年は、森山とジロキチと共に、アジトに、潜入。するとそこでは、偽金が作られており、さらに、小春たちが、 黒岩の下で踊らされていた。早速、時次郎たちは、雪江たちと共に、偽金一派を退治し、小春たちを助け、雪江と聖の神は小春に真由美姫であることを教えた。皆が助かったところで、おさむねおしょは、お家騒動を解決のため、時次郎と陳年に芝居を打ってほしいとする。そして、時次郎は腰元に、陳年は僧侶にそれぞれ踏みし、真由美姫と共に、 大杉のもとへ現れ、眉美姫を見せる。偽物だろうと白を切る大杉に対し、陳年は証拠を見せてやろうと呪文を唱えた。するとマサイエの霊が現れ、眉美姫のことを教えた。たまりかねた大杉は切りかかろうとするが、中心たちに取り押さえられた。すると死んだはずのマサイエが現れたではないか。実は、従運案の起点で、大杉の進めた毒薬を栄養剤にすり替えており、 マサイエは生きていたのだ。そして死んだふりをしていたのは部下の動向を探るためだったのだ。かくて大杉画廊は切腹となり、お家騒動は一件落着。そして時次郎と陳年はマサイエたちに見送られながらまた旅に出て行った。CS 放送は2003年5月に日本映画専門チャンネルで行った企画、映画になったテレビ50年の中の一本として放送された。 また、2015年3月28日4月26日には、時代劇専門チャンネルの東方娯楽時代劇シアター枠で放送された。悲劇駅前探検。ありがとうございます。